僕は楽天証券と SBI 証券の2つの口座を持っています。証券口座を2つ以上持つべき理由があるんですね。理由1、リスク分散になるから。証券会社が提供しているシステムも、所詮は人が作ったものです。だから、多かれ少なかれ必ずトラブルが発生するんですね。また、証券口座を分散しておくと、証券会社の倒産、不正等に対するリスクヘッジになります。いざっていう時に打つ手がないっていう状況にならないようにしておくのは、リスクを取りながら生きる投資家としては当然のことかなと思います。理由2、相場がわかるから。 複数のサービスを使ってみないと、自分が今使っているサービスが優秀なのか、しょぼいのか、判断がつかないんですね。それは要するに、相場感がわからないってことです。相場をちゃんと分かっていれば、ぼったくられることもないし、新たな取引先、証券会社を探すときも上手に探せる。現代では、証券口座こそが富の倉庫ですから、しっかりした相場感を磨いて、いい倉庫と契約しておく。これが非常に重要だってことですね。 証券口座1一つしか持ってないよって人も多いと思うんですけど、もう一つ証券口座を解説しておくことをお勧めします。二つの証券口座を管理するぐらいだったら、デメリットほとんどなしで多くのメリットが得られます。結局、どちらも持っておくといろいろ便利ですよ。